どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックによって登場したアンティークギアの蘇生トラップ、これをね活用していきたいと、思ってまして、このデッキのギミックもね、あのディスコードのメンバーに、教えていただいた我が、キングじゃあキングじゃねえシャイニング松坂親衛隊、の有能なメンバーに、教えていただいた、ギミックではあるんですけども、あのアンティークギアリボンっていう、カードが実装されてましてね、このカードが結構強いんですよ。自分のフィールド上に表側表示では1枚しか存在できないと。で、一旦一度自分のフィールドにモンスターが存在しない場合、自分の墓地のアンティークギアモンスター1体を対象としてそのモンスターを特殊召喚しますと。で、今回特殊召喚したモンスターの攻撃が200アップするっていうおまけの結構強い効果を持ってるんですけども、要はモンスターがいなかった場合、墓地のアンティークギアモンスターは何でも特殊召喚できるんですよ。これめっちゃ強いんですよね。まあ、リアクターとか、まあ、もちろん融合召喚してれば、アンティークギア、アルティメットゴーレムとか、あの辺も、蘇生はできるんですけど、全然ね。できるんですけど、このアンティークギアリボンで蘇生して、嫌がらせするってなった時に、何かなって思って、た時にね、強いのが、やっぱりね、トゥーンアンティークギアゴーレムなんですよ。こいつ、ダイレクトアタックできるじゃないですか。で、ダイレクトできつつ、攻撃する場合はアンティークギアゴーレムなんで、魔法トラップが使えないと。で、貫通しますと。もちろんね。貫通はあんましないです。させないですけど、これがすごい強いじゃないですか。めっちゃ強い。で、トゥーンキングダムが破壊されても別に死なないから、このモンスターは。だから、めっちゃ強いんですよ。で、こいつを、蘇生するためのギミック、として リボンがあるんだけど、リボンは墓地に送んないといけないですよね。だから要はアンティークギアモンスターを。だから、その、墓地を送るための、リサイクラー、これ要は召喚に成功すると、デッキから機械族モンスターを置いたら墓地を送るってことがいるんで、これ墓地を送れますよね。あと手札に引いちゃった場合はレインボーライフ、これで墓地を送れますよね。で、墓地を送ったらもうあとは、これで蘇生するっていう。ただし、注意点は要はモンスターが存在しない場合っていう、自分のフィールドにモンスターがいると蘇生できないから、だからいない状態を作ってほしいんで、だから一回殴ってもらうっていう、リサイクラーとかは、あとこの、ワイバーンのね、ワイバーンはもちろんこのアンティークギアカードをサーチできるっていう僕は持ってるんで、これいけるんですけど、ちょっとワンテンポ遅れますね、アンティークギアワイバーンは。だから、初動としてやっぱ一番理想なのは、リサイクラー。リサイクラーを召喚して、で、リサイクラー効果でこれ落とす。で、引いてる リボンを。っていうのがまあ理想の入りかな。ここ派から入っちゃうと、ちょっと若干遅いっていうのあるんですけど、まあ、レインボーライトとかがあれば、次のターン以降には出せるかなっていう感じですね。で、もちろん、トゥーンキングダムとこれも入ってるけど、まあ、そんなになくても、まあ、困んないかなっていう。別に、トゥーン、ワールドがなくても、別に特殊ができるモンスターなんで、こいつは。単純に強いっていう。単純にね。で、はい。ということで。はい。ということで、ね。ということで、やっていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。さあ、行きまーす。おへそペロ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 、よろしくお願いします。おへその勝ちです。すいません、取り乱しました。ちょっとね、ダメなんですよね。なんでなんでしょうかね。この おへそペロ渚さんがなんか出てくると、ちょっと、ね、若干ね、なんか我を失ってしまう自分っていうのがやっぱいて、これをね、なんとかしたいなとは思ってるんですけどね。なんとかしたいなと思ってるんですよ、俺も持ってるんだけど、出ちゃうの勝手に。これはなんでなんでしょうかね。これがなんか、あれなんですかね。これが病気ってやつですか。これがなんか、おへそペロペロ病っていうやつですかね。出ちゃうんですよ、出ちゃうの、まあ、いろんなものが出ちゃうっていう。やべ、ちょ、今回やばいよ。 Google からバンクが浮かぶさんな。強いな、やめろよ。さ、すぐ人のカード破壊すんな。ウィンディとかいうマジ、インキャマジで強いんだけど、ほんとこのインキャクソ強くない。スキラップリサイクラーを攻撃表示で召喚。スキラップリサイクラーの効果発動。フィールド、違うわ。墓地に機械塚モンスター1体を送っていくぜ。トゥーンアンティークギアゴーレムを墓地に送り。セット。セット。バトル。まあ、とりあえずね、モンスターは相打ちましょうよ。あー、オッケーオッケーオッケー。相打ちはできると。あー、オッケーオッケー。よし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 。これでシンクロはでき。さあ、どうした、ちょっと事故ってんだろ、知ってるぜ。
フォーチュンレディっていうのはな、新規のできなかったら弱いっても知ってんだぜ。これは世界チャンピオンの春から聞いた。こいつは何？強くない？特殊召喚したハッテナのモンスターが1体をゲームから除外して、その特殊召喚したモンスターを破壊する。強いの。相手がモンスターの特殊召喚に成功した時だから、俺が特殊召喚しても、墓地のハテナのモンスターを除外すると破壊できると。強いな。お強いぞ。なんだこいつ。ちょっと待ってくれ。ターンしろ。こうしてだから2回特殊召喚するんだよな。つまり2回特殊召喚するんだよな。トゥーンアンティギアゴーレムを特殊召喚していく。でこうしてだこれが破壊されると、つまりこれが破壊されていく。まあ破壊するよね多分ね。まあオッケーオッケーオッケー。破壊されていく。で、だからもう一回使えばいいわけですね。つまりでこの破壊された上での浅すぎた破壊の発動で、トゥンアンティギアゴレももう一度特殊召喚していく。私のスタンバイフェーズ、自分スタンバイフェーズですか。アンティギア、トゥーンアンティギアゴレも特殊召喚。バトル。あ、いや召喚読みだ。忘れてた。やべ、ちょっとにわかさました。やばい、にわかさました。コンセントすればよかった。いやでもこれ結構ありません、これ。あ、トゥーン使いの方だったら分かると思うんですけど、ペガサスはこんなことしません。すいませんでした。結構あるんですよね。俺やっちゃうんですよね。なんかね、その紹介よりあるモンスターとないモンスターがやっぱいるわけですよ、世の中には。でトゥーンブラックマジャンガールが紹介よりがないので、だからね、あれに慣れてるとなんかたまにやっちゃうんですよね。なんか出した瞬間殴れると思って、なんか出したら全然殴れなくて、あやべってなるっていう。これがね、あのね、トゥーンあるある、うん、ある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 なのかって言われるとあるあるなのかと言われると微妙っていうのがあるが、結構でもね俺やっちゃうんですよね、これ。結構僕あのやらかし系実況者で有名じゃないですか、言うて。やっぱやらかすことに定評があるっていう実況者なんで。おセット、フォーチュンレディでセットなんていうモンスターある？どういうこと？フォーチュンレディでセット。でもさ、それ表側攻撃表示ってそれ甘いじゃない？殺すけどいいですか？シンプルに俺殺すよ。これは召喚して、で、リサイクル効果、一応落としていく。で、バトルフェーズ。さあ、甘えた攻撃表示には、制裁を加えていきましょう！コンセントレイト！対戦、ありがとうございました！守備表示にして。さあお相手の方、エドフェニックスさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。フェニックスさん珍しいですね。なんか最近見なくなりました、この人は。プロデュエルストのくせしやがって、全然最近誰も使ってません。でもなんか見ないランキングで言うと、インスティクター、あの蛍原さん、あれマジで見なくなりましたよね。なんか一時期めっちゃ見たのにさ、あのアマゾネスやら何やらで、外役やらで、なんか もはや何も誰も使ってないっていうレベルでマジで見なくなりましたよね。こうして、こうして、こうですかね。まあレインボーライフがあるんでね、一応ここでトゥーンアンティキアゴリも持ってきましょう。トゥーンアンティキア持ってきて、でレインボーで捨てていくという、まあ、あのこれどっちか、まあ、リサイクラーでもいいんですけど、あの全然ね、リサイクラーでも全然いいんですけどね。リサイクラーでもよかったな、これ今。いいや、どっちもええわ。そんなもんな、お前はもう用済みだ。さあ、なんか使え。あー、オッケー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 。問題ない。それは全く問題ない。それは全く問題ない。殴るか。ちょ、早くない？そして。あの、なんか発動するのが。これダメスリよくない？それ。もう100だから別にいいけど。100ダメージも食らないよ、ダメスリ発使ったら、それ。あー。めんどくせえな。めんどくせえな。ツーも割るな、お前らは。すぐ割る。いやもういったクソ言ってんだけど。あ、でもここあれか、今その前でレインボーライフって効果ダメージも無効できたっけ。これ効果ダメージも無効できたか、これ。ちょっと一回タイミング間違えたな。まあいいや、今ちょっとその前にやっとけばよかったっていう説もある。ごめん、ちょっと俺にわかさらした。今すごいにわかさらした。アンティキアリボン発動。アンティキアリボンはフィード上にモンスターが存在しない場合、墓地のアンティキアモンスターを特殊召喚できるぜ。俺はな、
ここでな、これいいや、攻撃表示だから、エンドフェイズだから。俺はな、コンセントを引くんだよ。コンセントレートを引くって言ったら引けや引けや、ボケ。安定ギア、ワイバーンを召喚。ワイバーンの効果、安定ギアカードを手段に変わるぜ。破壊されたことも考えて、一応リボン持っていくとか。こっちやな。で、セッ、あ、できねえか。バトルフェイズ入ります。アルティメットバウンド。さあ、両方とも勝利していく。なんかありますね。なんかボールかなんかはありますね。ボールがある。ボールか、まあ、なんかダメして系か、なんかその、テンパランスとかがあると。いうことは、あ、テンパランスだったら今使えないか。だから、ボールかな、多分ボール。で、あ、それは強いですね。普通にそのスキルはまあまあ強い。っていうか、これすごい稼ぎだな、このデッキ。めちゃくちゃ久しぶり見たわ。ヒーロー。ダークシティヒーロー。めちゃくちゃ久しぶり見た。異常に。ドリルガイ。OK。いいでしょう。なかなか強力な盤面ですね。これは殴れませんね。これは殴れない。これは殴れないぞ。きついな。セットだけしとくから、エネパックス対策で、一応。まあ、エネパック対策は一応しといた方が良さそうだな。だいぶ陰キャですよね、でもね。これさ、ちょ、一個言っていいですか。対戦すごい結構してるんですけど、このデッキで。あのね、トゥーンワールドがめちゃくちゃ破壊されるから、ダイレクトアタックはできない。全然。だけど、コンセントがあるから、なんだかんだモンスター殴ったら勝てるよっていうのは結構ある。出してくれたな、モンスター。なんか殴れるやつ。コンセント来た！あれ？これ甘いじゃない？これ、ボール投げろよ！ボール投げろよ！投げないんかーい！クリボール投げないのは甘い。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、海馬大先生、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。進化した最強ドラゴン。どこのヘルカイザーだよ、マジで。どこのヘルカイザーなんだよ、こいつは。進化した最強ドラゴンだよ。あのスキル、まあまあやべえんだよな。そしてなんかネオブルーアイズの殺意さ、結構高いからさ、なんだかんだあれ結構強いんだよね、意外と。でそれ、こういうね、防御札が入って、横にする防御札が入ってないで結構やばくて、なんか割とね、甘えてると殺されるんだよね、あれ。コンセントを、いやー、一応セットかな。セットして抜かれたら嫌なんだよね、でも。セットして、いや、これどうだろうな、ちょっと待って。これね、難しいんだよね。なんかこういう殺意が高いデッキには、なんかその、なんか意外とコンセントの温存が意外と、やべえ、伏せときゃかったっていうのが結構やばい、きた。早くない？早いよ。そんなすぐ融合しちゃう？え、しかもブルーアイ揃ってんの？ハンド強くない？やば。え、これ。あれ？これ俺死んだ？これ。あれ？俺死ぬか？これ。あれ？あ、俺これ死ぬな、これ。ちょっと待って。あれ？これちょっと待ってくださいね。まあ、それはいいんですよね。それは、で、もう一回攻撃しますよね。で、もう一回攻撃しますよね。バトルステップ入りますよね。アンティキアリボンの効果発動。フィールド上にモンスターが存在しない場合、アンティキアモンスターを墓地より特殊召喚できるぜ。奇跡的にもう一枚アルティメットドラゴン入ってるな。うわー、どこのヘルカイザーだよ、こいつ。どこのヘルカイザーだよ、マジで。